湯島の駅から3分、3階建ての1DK、 2階に親が住んでいる。親は犬を飼っている。やや雑種よりの秋田県、かなり人間に吠えてくる。家賃が毎月手は貸しする。DK は10畳広い。お風呂はユニット狭い。今みなすむのPV の動画の撮影をしているんですけど、今本当に今ちょうど撮ってるんですけど、なんか本郷とかに来て、なんか東大生とかに家に入れてくださいとか言ってすごい頼んだんですけど、全然誰も入れてくれないんですよ。なんか全然うまくいかないので、家をいい人をそのまま。今ちょっと一軒アポが取れた家に向かっています。ちょっと一回くじけたんですけど、くじけず頑張るぞーっていう感じでもうちょっと頑張ろうと思います。多分に土地がない、価値を測る、金を払う、上がる。どうしても見たいお住まい一条、実家帰れと言わせないよう内容。チェックなブログは三日坊主、世の身に浮かぶ豚肩は勝つ気へ結びで親しく、エリバでとどまる試しなし世の中に住む。皆住む人と住みかと書く同じ。集合ポストに張り出されたアパート取り壊しの告知。6年住んだこの部屋もあと2ヶ月で空になる。いや寂しいけど割と元気。毎日ネットで間取りを見る。親の犬は孫にほらばねて静か。引っ越しの業者は母も白米は毎日食べ